山京です。タクヤです。せーの、ウィー。おはようございます。おはよう。まあ、改めまして、はい、登録者数が1000人来ました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、それもやっぱ本当に今登録してくれてる皆様のおかげですし、本当に、うん、有言実行できたっていう、そのね、なんか自負が抜けるはい、本当にチャンネル登録者数1000人ありがとうございます。ありがとうございます。こうやってね、見てくれる皆様のおかげでこうして一つ目標を達成することができました。これからも僕たちはさらにさらにもっと上を目指して頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。本日の企画、そうですね、はい、じゃあ浜京さんの口からもうお願いします。わかりました。本日の企画、浜京家を失う。イエーイ。いよいよ、まあ、これから1週間ですね、浜京さんには家を失っていただくんですが、そう、ね、まずはルール説明からさせていただいてよろしいですか。はい、でまず期間なんですけど、うん、まあ、今土曜日の10時ですね、はいはい、ですので1週間後の土曜日の10時までで、この期間、うん、浜京さんは基本的には日常生活を送っていただいて大丈夫です、うん、構いませんよ、はい、基本的に屋内で寝るのはもう禁止です。禁止です。あ、はい、で、まあ、ここからすごい大事なポイントなんですが、お金についてです、はい、こちらから支給させていただいたお金のみこの1週間は使っていただきます、はい、2日に一度ゲームを行います。ゲームに勝つか負けるかで金額、支給額が変わってきます、うん、なるほどね。この支給するお金なんですけど、はいはい、ヨマさんのポケットマネーになんでだよなんでだよなんでだよ。なんかよかった。なんでだよ。こいつも一緒に頑張ってるの。もう一つちょっと重大なお話がありまして、この1週間の間ですね、うん、大きなミッションを課そうかなと思っております、うん、それがですね、移動距離200キロ。この1週間での移動距離を、まあ、200キロ稼いできてください。 200? え、なんかないのそれ。はい、もちろんですが、はいはいはい、移動距離200キロを達成した暁には、お、大きなプレゼントを。マジ？え、マジ？はい、あれだよ、視聴者さんも見てるからね。いや、もちろんですよ。これ言っといて、2人ともなんかしょうもないやつやったら、俺の嫌われて、俺の好感度だけ上がるけどいいのいいですよ、いいのね。はい、まあ、お金の支給の前に、はい、物資の支給を。まあね、それは欲しい。除菌ウェットシートです。続きまして、ボディーシートです。あ、非常食です。あ、カイロです。おー、カイロ、これは大事ね意外とちゃんとしてる。そうだね、そうなんだろう。次が最後になります。寝袋。うわー、いや、これあったよ。だいぶ嬉しいよ。いけるわ。はい、一応私からは以上。うわー、以上。いや、これ結構嬉しい、はい、ありがとうございます。実はね、はい、俺も浜京にこうプレゼントで。あ、マジ？そう、あるんですよ。あ、いいじゃん。こちら、鬼殺しは？これはなんかもうこの旅が辛くなった時にもう飲んでほしい。酔って忘れちゃうみたいな。そう、焼き酒っていうこと俺の目玉商品はこれ、じゃじゃーん。何これ？これちょっと夢日記。辛くなった時に、これを読んで、元気出してほしい。あ、辛くなった時に、うん、あと最後になってしまいますが、五円玉。なるほどね。お守り以外だと、ちょっと5円が。ね、にご縁がありますようにっていうことで。まあ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 。ちょっとこれは直接じゃあ今、お出ししますね。すごい。はい。ありがとうございます。はい。私は以上なんですけれども。え、何？ガビーとのサハリシ。お前だけだったらやばいよ。早速本日のゲーム、ジェンガでーす。もし浜行さんが勝った暁には、はい、私は4000円。4000円、はい、浜行さんが負けたら、はい、2000円だち。2000円。じゃあやろうよ。はい、やるか。自分が倒れた。俺は攻めるよ、うん、こっちは生活がかかってる。俺だってかかってんだよ。おめえに飲んで4000円あげなきゃいけないんで。あ、どうぞ。ありがとうございます。余裕だね。焼肉行けんの。いや、行ってきます。行ってらっしゃい。いや、本当に行くよ俺。はい、行ってらっしゃい。いいんだね。サンキュー。いいんだね。応援してる。行けよ。はい、行けよ。気持ちは一緒。サンキュー。気持ちは一緒の一週間。みんな行ってきます。1日目土曜日の17時ですね、今。今日早速ね、今からバイトなんで、今日はバイト行きたいと思います。バイト終わりました。4000円もゲットできたんで、
ちょっと美味しいもの食おうかなと思って、ちょっと贅沢していいっすか。やべえ、めっちゃうまそう。ごちそうさまでした。すき家やっぱうまいね。マジ1日目からこんな贅沢していいのかなっていう。逆になんかこんな生活だと1週間余裕なんじゃないかなってすごい思ってきたわ。ま、本日の宿はちょっと僕が目星つけてる公園がありまして、そこ土管あるんですよ。土管に寝袋敷いてそのまま寝ようかなって思ってるんで、今からそこに向かいたいと思います。はい、到着しました。あ、ちょっと待って、めちゃめちゃ雨降ってきたんだけど、危な、土管でよかったわ。ちょっと明日の目標はちょっと自転車獲得しようかなと思って、貸してくれる友達をねちょっと探しに旅したいと思います。まあ、今日はちょっとバイトで疲れたんで、早速寝袋敷いて寝ますか。あ、これいいぞ、これ結構いいぞ。本日1日目、まあ1日の感想としたら、家なしで寝るのってどんな感じなのかなっていうのをまず体験しようかなと思います。おやすみなさい。あ、これ最高だわ。2日目の、朝6時でございます。誰かいるな。ということで、じゃあもうここは早くも去りたいと思います。2日目日曜日12時です。うん、今は子供が公園で遊んでんのを見ながらぼーっとしてます。まあ今からちょっと銭湯行ってちょっとお風呂入ろうかなと思います。はい、今銭湯行ってきました。やっぱお風呂って気持ちいいな。今から飯食おうと思います。なんか今日あんま腹減ってないから、からし明太子にぎりやね。まあ1日寝てみての感想なんだけど、家がいいねやっぱ。うん、ほんと、さっき片っ端から電話かけたら友達がバイト後に自転車貸してくれるって言うから、それ会いに行きたいと思います。はい、ね、今バイト終わったんですけど、友達が自転車届けに来てくれました。ありがとうございます。見てくださいこれ、ほら、 T 君がじゃあ僕にちょっと自転車を1週間ね貸してくれるらしいんで、本当にありがとうございます。すいません。あ、いや、この幅頑張ってほしくて。ありがとうございます。早速ちょっと今日の目的地の公園行こうと思ったんですけど、ちょっと雨やばすぎて、僕行こうと思ってたのは日比谷公園なんですけど、ちょっと屋根ないんで、今急遽なんか友達の近くの公園に屋根があるという情報を聞きつけたので、そこまでちょっと自転車で行こうかなっていう感じなんですけど、ちょっと40分50分ぐらいかかるらしいんですけど、ちょっととりあえず行きます。また後で公園着いたら連絡します。自転車でまず1時間ぐらい雨の中走ってきました。なんか友達の家近くの公園が屋根あるっていうんでちょっと来たんすけど、ちょっとさっき散策したんすけど全然屋根なかったっすね。でなんか友達がご飯をご馳走してくれるらしいんで、まあ来た甲斐はあったかなっていう。なんと夜ご飯をねくれるということで、こんな天使いませんよ。本日のご飯は何ですか。本日のご飯は、はい、チキングリル弁当。待って、これはやばい、これはマジエグい。いいんすか。どうぞ。ありがとうございます。ちょっといただきます。どうぞ。あー、うまふぐ。いや本当にこれいつか売れてお返しします。本当ですよ。実はKさん以前の動画でも声出演してますからね。本当は彼女ができたらしいですけどね。はい、本日の宿が完成したので、まず今日も寝ます。おやすみなさい。ガチな話していいですか。ちょっと今恐怖でちょっとあんま伝えられるか分かんないですけど、ちょっと今寒すぎて、ちょっと近くのコンビニまでトイレ行ったら寝袋に入ってました。見た感じ若い人だったんで声かけて、あ、すいません、ちょっと僕のなんですけど何してんすかみたいな、そしたら、あ、すいません言えなくてみたいな、ちょっと若い感じのホームレスの方がちょっと僕の寝袋入ってて、ちょっと怖すぎて、もうこの怖さをちょっとどう伝えればいいか分かんなくて、今動画でちょっと何も考えずにちょっと今やってるんですけど、とりあえずちょっと今ユーマとガビにで連絡しようかなと思ってるんですけど、
はい。コインランドリーで寝袋とちょっとバイト着を洗濯してからちょっと銭湯を迎えたいと思います。さっき銭湯行ってお金全然ないと思ったらコインランドリーにお金忘れてきました。ちょっと今すぐ走って戻ります。あふねー、大事なお金。はい、本日3日目、お昼過ぎの2時ですね。今ちょうど銭湯行ってきてめちゃめちゃ綺麗になってきました。気持ちいいね、もうお肌ツルツルよ。今洗濯終わったんで乾燥機かけようかなっていう感じですね。乾燥機かけてる間にちょっと、まあ、朝と昼兼のご飯を食べようかなと思います。ほまきょうさん、ほまきょうさん、ガブだわ。ほまきょうさん、ほまきょうさん、どうですか。もうよくそんな笑ってられんなもん。今残金いくら。そうだよね、残りの残金が181円です、うん、さっき家系ラーメン食っちゃったんだよ、ね。ふざけんな。勝手に俺の家に入ったホームレスのせいで寝袋をなんだっけコインランドリーでやったのよ、うん、洗濯したんだ。1000円飛んだ。やばいよ。家ないんですじゃねえ、俺もねえよ。今日のこのゲームにかかってるんでお願いしますよ。じゃあ今日のゲームはこちら、はい、じゃーん、鉄棒あるじゃないですか。ありますね。この鉄棒にどっちが長くぶら下がってられるか対決。あーシンプルやな、うん、待って、ちょっと待って、何ねえんだよ。この今日負けたら1500円、勝ったら25。いきます。はい、よーいスタート。あっ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、3日目、今17時なんですけど、ゆうまくんの第1回のゲーム、はい、僕は勝利しました。よっ、これで2500円獲得です。獲得です。やったー。誰がハゲじゃんお前。なんすかそれ。先輩あげますよ。じゃあ頑張ったから。ありがとう。しょ、おいおい、お前全部すぐ全然吸えてねえやないかお前。おお、うまい、うまい、うん、おい、あや、なになになに、おい、2500円って上げすぎだと思うんだよな。おめでとうございます、2500円ゲットしたぜ。2500円ゲットしたぜ。はい、3日目、17時半、さっきユーマとの勝負を終えて、本日の宿に向かうところですね。今日の夜から明日にかけて大雨警報が出てて、今日はちょっと1日目に行った土管にちょっともう一回行って、土管ならねだいぶ雨も防げると思うんで、でもこっから土管がね2時間ぐらいかかるんですよ。頑張っていきたいと思います。じゃあ今から出発します。はい、ここまで走ってきました。ちょっと途中でね一気に雨がバーって降ってちょっと雨宿りしてて、ここ着いたんでちょっと遅くなってしまいました。2回目の土管をリピートしてしまいました。ほぼドラえもんですね。実はまだ今日夜ご飯食べてないですけど、あんま食欲ないんで、前ガボーからガボーに支給されたこの日本満足バー食べようと思います。ありがとうございます。こういう時役に立つね。今日の朝の一件でちょっとだいぶ今もう夜寝るのが怖いんで、今10時ぐらいですけど早めに寝て、もう早めに起きる、まあ5時ぐらいにはもう起きちゃおうかなっていう感じですね。でもね今日ユンマに会えたのでかかった。やっぱだいぶ一人だと寂しいから、ああやって人に会うことはめっちゃ大切だと思う。もう寝袋もセットしたんで、もう今日はここで寝たいと思います。じゃあまた。